皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。あう、今月もお小遣いが足りなくなって、もうベビースターラーメンどころか、チロルチョコも買えやしないんだぜ。なんでも昭和のもので例えるんじゃないわよ。どうせ無駄遣いしたんでしょ、自業自得よ。近くに昭和風の純喫茶を見つけたから、お金を増やそうと思って一日中、ポーカーゲーム機に突っ込んだのに、いくら買っても現金には交換できませんと言われたんだぜ。そんなことなら早く言って欲しかったんだぜ。ポーカーゲーム機賭博なんて、一体いつの時代の話をしてんのよ。おかげで財布の中から聖徳太子がすっかりいなくなっちゃったんだぜ。プリントごっこで印刷できるものなら、印刷したいんだぜ。プリントごっこに聖徳太子の1万円札って、いちいち言うことが古臭いのよ。2024年には新しく渋沢栄一の1万円札が発行される予定なのに、いつまでそんな昭和なことを言っているのよ。ええ。それじゃあ、福沢諭吉はもうお払い箱なのか。魔理沙は何も知らないのね。よし、じゃあ今回は、日本の紙幣の歴史についてゆっくり解説していくよ。それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。歴代の日本銀行券の中で最高額面となる1万円札が発行されたのは1958年、昭和33年12月1日のことだったわね。戦後、昭和33年までは1万円札もなかったんだな。それまでは5000円札が一番高額な紙幣だったのか。昭和32年までは5000円札もまだなく、1000円札が一番高額な紙幣だったのよ。ところが、1955年頃から人務景気と呼ばれる飛躍的な経済成長が続き、1000円券が紙幣発行高の 85% を占めるようになったこともあって、さらなる高額紙幣が発行されることになったのよ。今の1万円札より一回り大きく、高級感があったんだぜ。裏面には何が描かれていたんだっけな。C5 券と呼ばれる1958年発行の旧1万円札の裏側には、平等院鳳凰堂の円柱に描かれている鳳凰模様が印刷されていたわね。聖徳太子を描いた紙幣はこれまでにも、いくつか発行されていたんだろ。聖徳太子の肖像画は、1930年に発行された100円紙幣を皮切りに、1950年発行の1000円券、1957年発行の5000円券など、これまで7度も紙幣に採用されているんだよ。そうか、昭和30年代には1000円札も5000円札も1万円札も全部、聖徳太子だった時期があるんだな。特に5000円札と1万円札は、四半世紀以上の長きにわたって発行されたから、昭和の人にとっては聖徳太子イコールお金というイメージが強いわよね。そんな聖徳太子も、今じゃ、すっかり時代が変わって、教科書では馬野党なんて表記されちゃって、もう聖徳太子の名前を知らない子供もたくさんいるんだぜ。昭和の1万円札が聖徳太子なら、平成の1万円札が福沢諭吉、令和の1万円札が渋沢栄一というわけだな。福沢諭吉の肖像画が描かれた D5 券は1984年、昭和59年11月1日に発行され、裏には中央の空白を挟んで、両側に国鳥である雉のつがいが描かれているわね。へえ、日本の国鳥は雉だったのか。雉なんて普段、見かけることがないからまさか国鳥だとは思わなかったんだぜ。この D1 万円券は、記番号の色や刻印されている製造者名によって4つのタイプがあり、さらに2004年には偽造防止の意味もあり、E5 券と呼ばれる新しい1万円券が発行されたのよ。この E5 券も記番号の組み合わせが枯渇したことにより、2011年からは褐色の記番号が用いられているわね。D1 万円券と E1 万円券では裏のデザインが全然違うんだな。D1 万円券の裏面にはリアルな生地が描かれているのに対し、E1 万円券の裏面には平等院鳳凰堂の中堂屋根上に取り付けられていた国宝の鳳凰像が描かれているんだよ。そんなことちっとも知らなかったんだぜ。早速、両方の1万円札があるかお財布をチェック。あう、小銭しか入っていないことを忘れていたんだぜ。2024年からは渋沢栄一の肖像画が描かれた新しい1万円札が発行されるわけだろ。裏面はまた記事が描かれるのか。裏面には2012年に復元された JR 東京駅丸の内駅舎が描かれる予定だそうだよ。それじゃあ、次は聖徳太子の肖像画が描かれたこともあった5000円札だな。今は確か、ニトベイナ像だったな。どうして、そういつも一世代前の紙幣をインプットしているのよ。
1万円紙幣の発行に先駆けて、1年前の1957年、昭和32年10月1日に発行されたのが、四合剣と呼ばれる聖徳太子の肖像画が描かれた5000円券だったわね。翌年に発行された同じ聖徳太子の描かれた1万円券との違いがわかるように、肖像画は紙幣の中央に描かれ、裏面には東京都中央区にある日本銀行本店本館が描かれていたんだよ。裏面のデザインだけ見ると昔の千円札と区別がつかないんだぜ。確かに四合券の千円紙幣の裏面も日本銀行本店本館が描かれていたわね。マリサが言っていたニトベイナゾウの肖像画が描かれた D 号券が発行されたのは、1984年、昭和59年11月1日、表面には太平洋を中心とした地球も描かれていたわね。聖徳太子は誰でも知っている有名人だけど、正直なところニトベイナゾウとか、渋沢栄一とか言われても、ピンとこない人もたくさんいるに違いないんだぜ。名前からすると農業の発展に寄与した人物に違いないんだぜ。あら、当てずっぽうにしてはいい線を言っているわね。ニトベイナゾウは明治から昭和初期にかけて活躍した教育者で、東京女子大学の初代学長で女子教育に力を入れた人物としても知られているね。国際連盟事務次長として活躍したほか、農政学者としても有名なのよ。でも日本にはもっと有名な偉人がたくさんいるのに、ちょっと意外な人選なんだぜ。当時の世界的な傾向として国家元首や政治家だけでなく、文化人も紙幣肖像に採用されるようになったことから、この昭和59年11月1日の D 号券発行の際には福沢諭吉、ニトベイナゾウ、夏目漱石という3人の文化人が選ばれたんだよ。そうだったんだな。地球のデザインは五千円札とどんな関係があるんだ。これはニトベイナゾウの願わくは、我、太平洋の橋とならん、という言葉にちなんだものだそうだよ。裏面中央には元彦の湖面に映る逆さ富士が描かれていて、左側には赤松の木があしらわれているんだよ。裏面はいかにも日本を代表するような風景で印象的なんだぜ。この D5000 円券も1万円券と同じように記番号の色や刻印されている製造者名によって4つのタイプがあり、2004年11月1日には、日本銀行券の肖像画としては初めての女性となる樋口一葉が描かれた E 号券の5000円札が発行されたのよ。マリサは日本の紙幣に描かれる初めての女性には卑弥呼がふさわしいと思っていたけど、小説家とは意外だったんだぜ。卑弥呼の顔なんて、誰が知ってるっていうのよ。何を言ってるんだ、昭和の男性なら誰でも卑弥呼の顔を知っているんだぜ。くだらない下ネタをぶっ込むんじゃないわよ。紙幣に女性の肖像画を描くことは D 号券の発行時にも検討されたそうで、その時は樋口一葉と共に紫式部、清少納言、与謝野晶子などの名前が候補に上がっていたそうだよ。紫式部や清少納言なんて、ちょっとオシャレでかっこいいじゃないか。そういえば今ではすっかり見なくなった2000円札には、紫式部が描かれていたよな。そうだね。2000年7月19日に発行された2000円紙幣の裏面には、紫式部と彼女が書いた源氏物語を題材にした源氏物語絵巻の絵図と言葉書きがデザインされていたわね。表面には沖縄の守礼文が印刷されていたんだぜ。日本の紙幣の表面が肖像画じゃないのは2000円札くらいのもんだぜ。確かにそうだね。沖縄サミットと西暦2000年というミレニアムのタイミングで発行された2000円札は、発行当初こそ銀行の窓口に両替依頼が殺到するなど話題となったけど、2004年をピークに流通は減り続け、すでにこの年から製造はされていないそうだよ。あう、なぜか沖縄県だけ流通量が増えているんだぜ。2000円紙幣にゆかりの深い沖縄県では、盛んに普及キャンペーンが行われたこともあって、他の都道府県に比べると流通量は若干多いようだね。でも流通量の少なさから2024年の新紙幣発行時には2000円札の刷新は見送られるそうだよ。このまま消えちゃう可能性が大だな。1枚くらいは記念に取っておいた方が良さそうなんだぜ。次は伊藤博文の千円札だな。初代内閣総理大臣、伊藤博文を描いた四合剣の千円札紙幣が発行されたのは1963年、昭和38年11月1日。この時には伊藤博文の他に、聖徳太子と渋沢栄一の名前が候補に上がったそうだよ。千円札まで聖徳太子じゃ、わけがわかんなくなるんだぜ。渋沢栄一は伊藤博文と肩を並べるくらい有名な偉人だったんだな。
新円切り替え後の最初の千円紙幣は、1950年、昭和25年1月7日発行の B 号券で、表に聖徳太子、裏には法隆寺夢殿が描かれていたんだよ。五千円札が登場する昭和32年までは、この聖徳太子の描かれた千円札が、日本の最高額紙幣だったわけだな。さすがにこれは昭和の視聴者さんも覚えていないかもしれないんだぜ。現在発行されている野口英世の千円札の前が、夏目漱石の千円札だったな。そうだね。先ほども触れたように福沢諭吉の1万円札、新渡戸稲造の5000円札と同じ1984年、昭和59年に発行されたのが、表が夏目漱石、裏には特別天然記念物である釧路湿原の丹頂のつがいが描かれた D 号券の千円札だね。裏面のデザインまではなかなか覚えていないけど、確かにこんなだったな。現在発行されている野口英世の千円札の裏面は何が描かれているのかな。小銭しかないから調べようがないんだぜ。情けないことを言うんじゃないわよ。2004年11月1日に発行された E 号券の千円札の裏には、元栖湖に映る逆さ富士と桜が描かれているわね。これは新渡戸稲造の五千円札の裏側と同じデザインだな。五千円札といえば2024年に新しく発行予定の五千円札に描かれる人物を紹介するのを忘れていたんだぜ。新しい五千円札の肖像に選ばれたのは、日本の教育者で、津田塾大学の創立者として知られる津田梅子、裏には藤の花がデザインされる予定になっているわね。津田塾大学の学生や出身者はきっと誇らしいことだろうな。それで新しい千円札が近代日本医学の父として知られる微生物学者の北里柴三郎っていうわけだな。そうだね。裏面には葛飾北斎の有名な神奈川沖浪裏がデザインされる予定だね。富岳36景の中にある有名なやつだな。これは海外の人にも人気が出そうなデザインなんだぜ。最後に今ではすっかり見なくなった懐かしい500円札についても解説してほしいんだぜ。1951年、昭和26年4月2日に発行された D 号券の500円札には、表面に岩倉具視、裏面には富士山が描かれていたわね。あれれれ、昭和の終わりに使われていた500円札も岩倉具視じゃなかったか。そうだよ。1969年、昭和44年11月1日に発行された C 号券の500円札も表面に岩倉具視、裏面も同じく富士山だったわね。これこれ、これこそ昭和の視聴者さんが頭に思い浮かぶ500円札なんだぜ。500円硬貨が発行された後も、随分長いこと使われていたような気がするんだぜ。500円硬貨が初めて登場したのは1982年、昭和57年4月1日、500円札はその後も1985年、昭和60年まで製造が続き、1994年4月にようやく日本銀行からの支払いが停止されたんだよ。お札に描かれた肖像画を聞けば世代がわかるってもんだな。でも今後、電子マネーがさらに普及することを考えると、紙幣の肖像画なんてそのうち意味がなくなるかもしれないな。本格的なキャッシュレス時代が到来する前に、全種類保存しておきたいもんだぜ。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。